皆さんこんにちは。今回は材料5つで作れるザクザク食感のスコーンを作っていきます。最近コーヒーの詰め合わせをいただいたので、このコーヒーと合うお菓子を作ろうと思って、何がいいかなと考えてスコーンを作ることにしました。ホットケーキミックスと板チョコを使ってもう10分程度で作れて、とっても美味しいスコーンなので、ぜひ皆さんも作ってみてください。では使う材料を説明していきます。バターは耐熱ボウルに計量してください。ホットケーキミックスに塩を加えていきます。塩味をちょっと入れると人は美味しいと感じるので、隠し味ですね。続いて牛乳と板チョコを使っていきます。今回はミルクチョコレートです。では作っていきます。最初に板チョコを砕いていきましょう。チョコは好きなサイズにカットしてください。もう包丁使わないで手でパキパキと割っても大丈夫です。続いてバターをレンジで20秒加熱して柔らかくしていきます。続いてホットケーキミックスを振るわないでそのまま入れてください。ゴムベラを使ってさっくりと混ぜていきます。バターに粉をまとわせるようなイメージで混ぜていってください。混ぜ方としては力を入れないでバターを全体に行き渡らせるような感じですね。牛乳を入れたらまとまっていくので、ここで混ぜ切ろうと思わないで大丈夫です。逆に混ぜすぎてしまうと食感が硬くなってサクッとした食感にならないので注意してください。混ぜ終わりはこのぐらいの砂状になれば OK です。続いて牛乳を加えましょう。少しだけ混ぜ合わせていきます。牛乳を入れると生地がまとまってきます。完全にまとまりきる前に砕いておいたチョコレートを入れましょう。チョコが生地全体に散らばるように混ぜてあげます。ひとまとまりになったらスコーン生地は完成です。生地が完成したらオーブンは160度に予熱しておきましょう。ではクッキングシートに移して形を作っていきましょう。スコーンはどんな形に成形しちゃっても大丈夫です。丸でも四角でも好きな形にしてあげてください。ラップで包むとやりやすかったです。触りすぎるとバターが溶けてくるので注意してください。今からスコーン生地を切っていくんですけど、カットするときに柔らかくなっていたら冷蔵庫で冷やしておいてください。カットしたら形を整えてスコーンっぽくしていきます。イメージはスタバ風。どうでしょう、いい感じじゃないですか。残りも同じようにやってください。ではオーブンで焼いていきましょう。160度で予熱しておいたオーブンで20分焼いていきます。焼き上がりました。いかがでしょうか。これはまさしくスターバックスのスコーン。鉄板に置いとくと熱がこもってサクサク食感が損なわれるので、網に移しておきましょう。冷ましている間にコーヒーを準備しておきます。ではコーヒーに合うスコーンが出来上がったのでいただきます。うん、とても簡単に作れて、サクサクのクッキーの中にチョコレートが入っていて美味しい。コーヒーもいただきます。うん。
味しいんですよね。10分程度で作れるので皆さんもぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうか。本当に簡単に作れますので初心者やお子様と一緒に作っても楽しいと思います。簡単に作れるスコーン抹茶バージョンも作ったのでぜひ次の動画か次の次の動画であげるのでチャンネル登録してお待ちください。他にもリクエストお待ちしていますのでインスタ、ツイッター、コメント欄でどんどん書き込んでください。レモンケーキの動画も撮影し終わっているので編集次第アップしますね。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。